と作業療法科で教員をしております山口と申します。担当している科目は、身体障害分野で病院に勤めていましたので、身体障害評価学や、生活環境学、あと日常生活活動学といった授業を担当しています。もともと高校の分離選択をする時期に、どういう仕事に就こうかなって考えていた時に、当時は薬剤師さんになりたいなと思ってたんですよ。なんかこう時給もいいお仕事っていうしなんですけど、それを当時の担任の先生にお話ししたら、あなたはもう少しこう人と密に関われるお仕事の方が向いているし楽しく仕事ができるんじゃないかなと思うよっていうアドバイスをいただいて、その時にリハビリの仕事を提案してもらったことがきっかけです。で、リハ職いくつか自分で調べていく中で、作業療法士は怪我をした方のリハビリだけではなくって、精神的な疾患をお持ちの方や、発達障害のお子さん、老年期分野など本当に幅広い方を対象に活躍することができるというのを知って作業療法士を志しました。私自身この学校の6期生卒業生になるんですけれども、本当に何て言うんですかね、クラス制を取ってるのもあって、同じ一クラス40人の仲間で同じ目標を持って3年間頑張っていくっていうので、すごくクラスの仲はいいのが特徴かなと思います。あとはその同じクラス間を超えて同じ学科の先輩とか、あと先生方とかとの仲もすごく良くて、当時はいろんな行事とか、あとはテストが終わった後に打ち上げとかで、その同じクラスのメンバーだけじゃなくて先生も飲み会に来てくださって、みんなでお酒を交わしたりなんかしたのがすごくいい思い出です。で、今言ったように行事もたくさんあるので多学科との関わりが多いのも特徴の一つですし、こうなんていうんですかね、すごくいろんな出会いと経験ができる場所かなと思います。そうですね、やっぱり嬉しかったこととかやりがいだなと思うのは、こう目の前の患者さんができなかったこととか、動かなかった手足が少しでも動いて嬉しい嬉しいって喜んでいるところを、一緒に共有できるところが何よりのやりがいだなと感じます。もちろんそれに至るまでに、やっぱり一筋縄ではいかないところも多くて、それが苦労する点でもあると思うんですけれども、なんかそういった苦労があるからこそ、できたことが、本当に一緒に喜べるっていうのが何よりのやりがいですし、ご本人だけじゃなくてそのご本人のご家族様からもすごく感謝をしていただけたりするのが、本当にやりがいのある仕事だなと思います。担当科目は身体障害分野の科目ですので、評価学とか、評価学、その関節の角度を測る練習とか筋力を測る練習、そういった実技がメインの科目であったりとか、あとはご自宅に帰る上でどういうふうに環境調整をしたら患者さんがお家に帰れるかみたいなところを、担当をさせていただいてます。で、授業をする上で気をつけていることは、やっぱり学生さんって実際の現場を見たことがあるわけではないので、なかなかその臨床のイメージとか、どういった知識を持っていなきゃいけないのかっていうのが、なんていうんですかね、イメージもつきづらくて余計にこうとっつきにくいというか、難しい、ただただ難しいっていう勉強のイメージを持ちがちだと思うんですけれども、なるべくそういった臨床に即した知識とか、イメージを持ちながら勉強学んでいただけるように、病院ではこういうふうにやってたよとか、こういう患者さんがいらっしゃったよとかっていうお話もなるべくたくさん織り込みながら授業を進めるようにしています。在校生のイメージは、これはちょっとあんまり言うべきことではないかもしれないんですけど、
私たちが在学してる時ってここまで真面目に勉強取り組んでたかなって思うくらい、今の学生さんは本当に熱心に取り組む子が多いなという印象で、一から予言授業を受けるだけでも本当に大変だと思うんですけども、その後も残ってみんなで勉強していたりとか、試験前、実技試験前とかも本当に隙間時間を練って勉強したりしているところを見ると、わあ、なんかなんて真面目なんだな真面目なんだろうっていうのはすごく感じますね。で、そういった試験もすごく覚える量もたくさんありますし、いろんな実技試験なんかだといろんな教員に見られた中で自分でその実技をしていかなきゃいけないっていう緊張感とかもあるんですけれども、試験が終わった後に達成感で涙してしまう学生さんとかもいたりするので、そういった姿を見ると教員側もすごく胸を打たれる部分があるなっていうのが印象的です。プライベートの時間は結構ゴロゴロダラダラしているのが好きで、家にずっと引きこもってる時もありますし、ちょっとリフレッシュしたいなって思ったらよく温泉とか岩盤浴に行くのが好きで、そういった施設もたくさんあると思うんですけども、そういったところに本当に一日中いるのが好きですなんですけど、ちょっとこういった状況でそういうところにもなかなか行きづらい時期が続いてますので、新しい趣味を見つけたいなって思っている反面、最近ちょっと好きだなって思うのが登山に行くのが好きで、近くの山を家族と一緒に登りに行って、いろんな景色を見ていろんな美味しい空気を吸って過ごすのが最近の趣味です。作業療法科は先ほどからもお伝えしているように、本当に学生間、学生と教員間がすごく近くてアットホームな学科になっています。で、そうですね、3年間勉強面も大変なところがありますし、楽しいことばかりではないと思うんですけれども、そういった苦しいこととかも一緒に乗り越えていける仲間がいるっていうのはすごく、心強い部分というか安心材料として捉えていただいてもいいかなと思っています。他にも本校独自、当学科独自の、手作りテーション、臨床に出てすぐに使える即戦力っていうところを身につけるカリキュラムであったりとか、あとは教員が、担当する科目のそれぞれサブノートを作成して、学生さんがこうより深く学べるような体制も整えていますので、ぜひこちらで皆さんと一緒に学習できるのを楽しみにしています。